でもなんだから。グランドップに絞ってるし。あいつも行っちゃう？え、わからない。カキね、130g 以上は入ってます。カキとの未知との遭遇みたいな感じですね。今日はいいんじゃん。口の中にこう旨味がパーッと広がるみたいな、まあ、そういうとこがもうすごい衝撃的だったんですね。というか誰かに教えてあげたいなという。町全体でにぎわいが欲しいもんですから、カキを通して日生のカキは美味しいんですよということを、まあ、自分なりにも PR したいというのが一番です。